サルカ・カスパルコは、1971年5月20日イは、チェコの陸上競技選手。1996年アトランタオリンピックの銅メダリストである、モラビアスレスコ州カルビナー出身。カスパルコはは、もともとは、タ高トびの選手であった。1989年のヨーロッパジュニア選手権のソータ高トびで3位。1992年には、 ェコスロバキア代表としてバルセロナオリンピックの総高飛びに出場しているが1メートル88で予選通過はならなかった。この時すでにカスパルコアは3段飛べの選手として活躍しており1992年のヨーロッパ室内選手権ではメダルまであと2センチメートルというところまで迫っている。カスパルコは1996年のヨーロッパ 室内選手権で1 4ル5 0で、ブルガリアのイバプランジェワに次いで2位となると、同年アトランタオリンピックでは、初めてオリンピックの正式種目となった、女子三段飛べで、ウクライナのイネッサ・クラベッツに次ぐ1 4ル9 2の記録を出す。ロシアのインナ・ラソフスカヤと同じ記録であったが、2番目の記録は、ラソフスカヤが上回っていたため、カスパルコアは、銅メダルとなった。 1997年の世界室内選手権では1 4六6 6でラソフスカやイギリスのアシアハンセンに次いで銅メダルを獲得すると同年夏のアテネで開催された世界選手権においては世界記録保持者でオリンピックチャンピオンのクラベッツが怪我で欠場している中1 5ル2 0の自己ベストの条約で金メダルを獲得した年は ヨーロッパ室内選手権ではハンセンに次いで夏のヨーロッパ選手権ではギリシャのオールがバスデキに次いで共に銀メダルを獲得。翌1999年の世界室内選手権ではハンセン、プランジェワに次いで銅メダルを手にしたもののセビリアの世界選手権では6位と成績は振るわなかった。2000年シドニーオリンピックでは 全体の5番目の記録で決勝に進出をしたものの、決勝では記録なしに終わっている。カスパルコワは2001年に長女を出産した。その後も競技を続けるが、以前のような活躍を見せることはなくなった。ありがとうございます。